アッシュレイディオ。さあ、さあ始まりました。アッシュレイディオです。アッシュレイディオです。さあ今日も行きましょう。はい、寒いですね。寒いですね。本当日が出るのが遅くなりましたね。僕肩が寒くなるタイプなんですよね。肩もう肩が寒いんですよ、寒くなる時って。皆さんどこが寒いですか？さあ行きましょう。さあ行きましょう。考え方について質問したいことがあります。アシナさんはやられたらやり返すという考え方についてどう思いますか？家族が何者かに襲われたなんてニュースをよく見ますが、家族は犯人をできるだけ重い罪にするために必死に訴えているのをよく見ます。苦しめられた分相手のことも苦しめたいと思うのが人間の本性なのでしょうか？私は逆によくしてもらった人にはよくしてあげたいと思っています。やられたらやり返す、よくしてくれた人にはよくしてあげる、私の考えはダメでしょうか？またビジネスにおいてこの考えは邪魔ですか？アシナさんの考えをお聞かせください。よろしくお願いします。という、はい、やられたらやり返す、倍返したってのはもう一番ダメですね。一番アホがやることです。一番アホ。でもあれはやっぱりその世の中の人たちがこう感情移入しやすいように作ってるんで、みんなやっぱやれたらやられたらやり返したいと思ってるじゃないですか。だからあれが流行語になるわけじゃないですか。ただやられたらやり返すってのは一番バカがやることです。その心は、あの日本っていうのは法治国家なんですよ。放置されてる国じゃないですよ。法によって治められてる国ですよ。はいはいはい。あの法律があるんですよ、まあ、もちろん憲法があって法律があって、でそのこれも福沢諭吉がこの間お茶した時に言ってたんですけど、その彼がその昔の法とかがなかった時に、そのモラルとかも大変だったわけですよ。それであのみんながこれで一律で守れるような法を作ろうって言って、まあ法律ができたんですけど、法律以外に人を裁かしちゃいけないんですよ。はいはいはい。僕の基本的な考え方は、じゃあ吉岡さんが人を殺してしまいました、でじゃあ僕の子供を吉岡さんが殺しました、かといって僕が吉岡さんを殺していいかっていうと、それは全くダメなんですよ。で、普段僕が例えば商売をやってドーナツ屋さんをやってて、吉岡さんがそのドーナツをかっぱらって逃げました、っていうことがあった時に、吉岡さんがもしかしてそれ以降の人がそういうひどいことをしないために、みんなが安心して暮らせるために法律ができて、そういうことをしたらダメですよっていうのが国が決めてるわけですよ。だから法律に従って法律に裁いてもらわなきゃいけないっていうのが基本的な考えです。はい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 。だから個人的に縛っちゃダメです。っていうことぐらいじゃないですか。はい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 。なるほど。で、あの、いい、よくしてくれた人によくしてあげたい。それは、あの、やってください。はいはいはい。ビジネスにおいてこの考えは邪魔ですかって来てますけど。どの考え方ですか？よくしてもらった人によくしてもらい、よくして。やられたらやり返す。よくしてくれた人によくしてあげるっていう。その。あ、なんかやられたらやり返すってことは何も生まないんですよ。だからビジネスでも、だからなんか、わかんないけど、なんか敵対企業になんか邪魔されて。ああ、そうですね、そうですね。ふざけんな、あっちが邪魔したからこっちも邪魔してやるみたいなのは何も生まない。はい、やっぱ恨みってすごく強いんで、もうそしたらもう恨みのドツボに入りますよ。一生いがみ合いになるっていう。何のために商売始めたんだってことを思い出した方がいいんじゃないですか。そうだね、恨むために生きてるみたいになっちゃうの。そう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 、まあ、そういう人も結構いますけどね。だから脈が上がってないんじゃないですか。いや本当に本当にそういうことだ、はい、そういう人たちってやっぱりもう幸せを得るために脈を、人ってその死ぬまでに20億回脈を打つって言われていて、結局その脈を打ってないと、うわ生きてるわ幸せだわってならないんですよ。人間って本当は生きてるだけで幸せなはずなんですよ。でもあの生きてるだけで幸せなんだけど、生きてるだけだと幸せを感じれなくなるっていう動物なんですよ。この矛盾わかります？うわーぼーっとしたいなー、ぼーっとしてるだけで幸せなー、でもぼーっとしてるだけで幸せを感じれなくなるんですよ。そのためにもう一回生きてるっていう実感を得たいんですよ。で生きてる実感っていうと動物的にもうダイレクトに脈なんで、うわ脈打ってるなーっていう経験が欲しくなるわけですよ。そうするとドラッグに手を出して、うわあのハートレース、心臓がドクドクいって、うわ生きてるなーとか、喧嘩してうわ生きてるなーって、
だからそれってなんかドラッグに出す手出さなくちゃいけないし体も悪くなるしお金もかかるし人も傷つけちゃうしってことをやるんだったらやっぱビーツじゃないですかね。やっぱりソリューションはビーツ、はい、僕もそのためにビーツを作ったので。そうですよね、はい、これすごい話ですよ。先進国のことを考えて事業やってる人っていますかね。いやどうでもいい商売して何がネット広告売ってどうでもいいだろそんなのとは言いませんけど。まあまあそういうことですね、はい、うん。じゃあちょっと次の質問いきましょう、はい。いつもありがとうございます、私は35歳の、金融機関に勤める女性です、はい、が、まだ結婚できていません、うん、周りは結婚してて焦っています。結婚したいのですが友達から紹介してもらったり合コンで出会う人はもう正直素敵な人がいなくこのまま妥協して結婚するかそもそも結婚しなくてもとも思っています。何か芦名さんの方でアドバイスありましたらお伺いたいと思っております。よろしくお願いしますという。なるほど。35歳金融機関これですね。もう35歳ぐらいになって合コンすると素敵な人がいないっていうのはこれは非常に矛盾した誤りですね。おお、というとなぜかっていうとですね、うん、35歳になるまでに素敵な人がいなかったから結婚もしないわけですよね。そうだね。ってことは今まで出会った合コンで素敵な人がいないわけじゃないですか。そうだね。ってことは35歳だから出会う人がみんな素敵な人は結婚してるとか結構独身の人に出会えないってそれはまず違う。今まで出会えてないってこと、はい、こんなこと言ってくれる男性はいないでしょうから言っておきますけど。はい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 、そうだね。なんか新しいコミュニティに入ってみるとかすごくいいかもしれないですね。なんか正直もう仕事をしてると、うん、仕事の人間関係と、うん、これアメリカで思ったんですよね。はい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 、アメリカで意気揚々と、うん、僕は当時離婚してアメリカ行ったんで、うん、まあ独身じゃないですか、うん、で、なんか英語の上達には恋人を作るのが早いみたいな話もあるじゃないですか、うん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 、で、じゃあどうやって恋人を作ろうかなみたいなことも考えてたんですけど、うん、びっくりするぐらい出会いがないですよね、やっぱり。これは驚きましたね。出会いってびっくりするぐらいないなっていう。自分がなんか朝起きて筋トレ行ってプール入ってで役者の稽古行って帰ってきたらもう何これっていう。誰もね、誰も会わないじゃんってテイラーセクションどこにいるんだよっていうっていうことに僕は悩んでました、ね、なるほど。でその時にやっぱりぶち当たったあの解決策がコミュニティに入るっていう。例えばそれが稽古っていう何ですか、劇団だったりとか、うんうんうん、あとは学校がやっぱ一番早いですよね。だからその人がいる人が集まるコミュニティに足を突っ込まないとやっぱ出会いはないですよ、ね、あ、だから学生時代に出会いがあったっていうのは学校があるからなんですよ結局。そうだね、はい、だって学校で出会いじゃないですか、うん、それ以外例えば学生時代に彼氏彼女がいたって、うん、例えば高校生まで、うん、彼氏彼女がいた場合ってもうほぼ学校ですよ。いや学校の、はい、学校以外ないもんですよね。まあバイト先、ああそうそう、そのだから結局コミュニティなんですね。だからコミュニティに行ってみたらいいんじゃないですかね。確かにな、はい、なんか映画みたいになんか電車で隣の席に、ああもうないです、ないもんね、はい、電車で隣にテイラー・スウィフトが座ってたのないですからね。そうっすね、はい、ってことはじゃあ大人になってからその入るなんだろう、オンラインサロンとかそういうやつですか、なんかコミュニティ、オンラインサロン、いやいやもっとそんなそんな話じゃなくてお料理教室とか、あなんかヨガとか、あそっかそっかそっか、なんかあるじゃないですか。はい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 、まあビーツもお客さんとして仲いいですし、うんうん、まあ習い事というか、ね、習い事、そうそうそう、習い事習い事、うん、習い事やったらいいんですよ。これ習い事っていうのはなかなか一つの解決だと思いますけど、うん、いいね、いいね、確かに習い事ね。で、いろんな習い事やってみて、自分の見聞とか経験も広がるし、うん、これいいんじゃないですか、ね、ああ、いいですね、はい、習い事ですね、うん、出会いがない人は習い事に、そうそう、だから集団英会話とかね、あこれからやろうとしてますけど、こんなことはまだ言いませんから、ね、いいんじゃないですかね。次行きましょう、集団英会話ね、はい、次の質問、はい、じゃあこちら行きましょう。
アシナさん、吉岡さん、いつも配信ありがとうございます。こんなコンテンツが無料な時代、すごいですね。質問です。マルチ商法、ネズミ講といった類のいわゆるネットワークビジネスについてどう思いますか？私もそんなに近い仲ではない友人が始めたのですが、わざわざ会いたいと連絡してきて、明らか勧誘に来るとは分かっているのですが、すごい執念だと思いました。全く興味ないし、どういう仕組みかすら分からないのですが、世間体のイメージは良くないと思います。しかしながら、それなりに儲かる人がいて、それなりに広まっているということは、このビジネスにも優れた点があるのでしょうか？ネットワークビジネスについてのアシナさんの考えをお聞かせくださいという質問です。いい質問ですね。うんうんうん。マルチっていうじゃないですか。うんうん。ネズミ講とか、マルチ、うん。うん。マルチって何の略だか分かります？え、マルチ。マルチタスクのマルチ。お。MLM っていうじゃないですか。あー。これ分かります？マルチレベルマーケティング。その通りです。正解、拍手。ネズミ講はまあ英語で言えばマルチレベルマーケティングっていう立派なマーケティング手法の一つなんですよ。だからその儲かるかとか商品がどうとかっていうこと以前に、マルチレベルマーケティングなんですよ。でマルチレベルマーケティングってのはどういうことかっていうと、ピラミッドが下まで死ぬほど続くっていう、もうマルチレベルで続いていくってことですよ。シングルレベルもダブルレベルもトリプルレベルでもなく、マルチレベルでもう段階なく、あの親が子に売って、子がその子に売って、子が子に売ってって言って、報酬とあのビジネスが経営していくっていう、そのビジネスのマーケティングにおけるなんかマーケティング手法の一つです。はいはいはい。っていうことをまず理解することが大事ですよね。なんかあのサプリメントを売ったら自分にバックが入るっていう、でサプリメントを買った人もこれを友達に言ったらバックが入るっていう、っていう感じで、もうマルチレベルに階層がうわーって広がっていくのがマルチレベルマーケティングです。でこれがなんで素晴らしいマーケティングかっていうと、その消費者に報酬を与えるっていうモデルなんですよ。安くなったら買うじゃないですか。で安くなったら買うどころか儲かることにもなるんで、でそれで広がっていくんですよね。で自分が儲けたいから人をこう強制的に勧誘する人もまあ中にはいる。でこれの一番の問題点は2つあって、1つはそれを扱う人間が低所得者である場合が多いっていう、要は稼ぎたいっていう、はい、うん、だからもう顔が怖いんですよ。で、あともう1個はそれを扱う人間が信頼に欠けることが多いって、もうこの2つですね。なんか信頼できない貧乏人が扱ってることが多いんで印象が良くないっていうだけの話です。あ、はい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 。でやっぱりその難しさはその消費者に、消費者が稼げるっていうモデルはやっぱ難しいんですよね。信頼の醸成が、営業の難しさもそうですけど、自分が物を勧めて、で物を勧めたら勧めた営業マンが儲かる仕組みじゃないですか、営業って。ここまではみんななんとなく分かりますよね。これを営業のトレーニングをしてない人がやるとすげえむずいんですよ。本能的に人から奪っちゃうんです、おすすめする前に。信頼の作り方とか考えないし、だから印象が悪いっていう、っていうのが、まあ、ネットワークビジネス、マルチレベルマーケティング。ネットワークビジネスってのは多分ユダヤ人の多分言葉ですね。そのネットワークを使って商売をするっていう考え方が、その不労所得の考え方ですよね。不動産投資と利回り配当と、あ、ネットワークビジネスと、あと何だっけな、なんかありましたね。ユダヤ人の考え方なんだ。まあユダヤ人の考え方でも大体全部そうか、はい、ユダヤ人の考え方も言えるし、まあアシナの考え方も言えます。じゃあ優れてる点で言ったら、まあ、そういうマーケティング手法、そう、マーケティング手法として優れてる、利点があるっていう、でもそれは同時に信頼の醸成がものすごく難しいっていう。で、もう一個一番最近は一番問題なのが、でネットワークビジネスはやっぱ大前提としてその商品があるじゃないですか、商品を作ってその商品をどう売るかっていうのがマーケティングじゃないですか、そもそも商品がいいっていうのことが前提にないと、あのもうマルチレベルマーケティングのマーケティング手法の話にならないんですよ。
めちゃめちゃいい商品があってこれを広告で売るのか、うん、自社で営業マンを抱えるのか、うん、代理店っていうのを営業代理店にお願いするのか、うん、マルチレベルマーケティングを使うのかっていう、うん、だからその商品ありきなんですよね、うん、でも最近はこのマルチレベルマーケティングっていうマーケティング手法がすごいっていうだけでポンコツ商品とかあの中身のない商品を売ってる企業が出てきてます。詐欺みたいな。はい、これはもう 100% 詐欺です。あ、もう言ってみればあそこなんかめちゃめちゃ詐欺ですよ。ビットクラブ、あビットコインみたいなやつ、なんかビットマイニングです。あマイニングをネットワークビジネス系でやる。あと情報商材系もそうです、ね、ああはい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 。で情報商材は、うん、そもそもなんだろう詐欺とは言い切れなくて、うんうん、なんでかっていうと、シンプルな商品なんです。30万円50万円する商品、うん、これを買ったらあなたの人生が良くなるかもしれない、うん、あなたも稼ぐ情報が手に入るよ、うん、それはそれとして真実なんで、うんうん、それをマーケティングを広告で打つのか、うん、マルチレベルでマーケティングするのか別にどうでもいいと、うんうん、ただそのマイニングとか利回り型のモデルって、うん、もうほぼ詐欺なんですよ。あれもう捕まるんじゃないですかね。で利回りが出るってことはなぜ利回りが出るのか、どういう仕組みなのか、うんうんうん、どこが利回りを公表してるのかってことを明確にしなくちゃいけないけど明確にしないまま売ってるで、うん、それはもう終わりですよ。でもやっぱりその消費者購入者からすると、うんうん、分かんないですよね。うんで一番いいのはマルチレベルマーケティングに乗っかるっていうことよりも商品がいいから普通に買って、うんうん、それをおすすめしたらいいだけだと思いますよ。ビジネスっていうよりかこう使い手というかユーザーというか、うんうん、まあそうっすよね、うん、物が良くないと話にならないですよね。そうなんですよ。あそうなんですよね。単価上がらないしね、うん、信頼がない人が売ってる、なんなら信頼がなくても売れるっていうことはやっぱ単価低いですよね。うん、そうっすね、うん、っていう風になっていっちゃいます。ありがとうございました。ありがとうございます。